蛍光灯&ガジェットボードプラスアルファデスマッチ、アンチェイン同士のデスマッチです。さあまずは木本が持ってきたビールを使っていくんでしょうか。今ゴングが鳴りました。おっと武田に渡します。ビールを開けて、おこの2人ならではの乾杯。さあビールを浴びて消毒完了、試合が始まります。あっといきなり蛍光灯、そしてボールに突っ込んでいった。いやーケンさん、大変な戦いになりそうですね。そうですね、まさにカーニバルの幕開けにふさわしい乾杯シーンでしたけども、ちょっとあのガジェットモードなんですけど相当やばいですねあれね。すごいですね、あれね。ロープに今くっついておりました2枚の板には無数のこのプレートが貼られているんですが、まあ、イメージ的には大根のおろし金のようなイメージですかね。おろし金をさらにあのごつくしたものって感じですよね。本来は建築で木材を接合するプレートだそうです。小さな突起が多数突き出しているそんなプレートがスノコにつけられています。よく見つけてきましたよね。いや本当ですね、我々の日常生活の中でお目にかかれないものですからね、ほとんどね。知らなかったですよね、あこれです、これですよ、これが無数にこの木の板についています。これはやばいですよ。そう額にこすりつけていく、突き刺していく。一見するとちょっと地味にも見えるんですけど、はい、威力はすごいですね。あの先ほど振られた時ね、その右の肩、はい、吹本選手、ね、あの、はいはい、今血が出てますよね、はい、ちょっとああやって押し付けられただけであれだけ流血するわけですからね。そのプレートを2枚持って、こうああそう逆に突き刺していった武田。とんでもない戦いになる予感がしてまいります。何でしょうか、ハサミ。幾重にも重ねたハサミです。そのハサミで額に切り裂いていく。ハサミの刃に血がついています。額が割れました。木本の額が割れたその傷口に。ハサミを突き刺していきます。まあ割れたっていうかこれ切り裂かれたですよね。そうですね。ご覧ください。これ相当えぐいシーンですね。何度も言いますけどこの放送は自己責任で ね見ていただきますよね、はい、十分注意してご覧いただきたいと思います。残虐なシーンが続きます。あっとプレートが刺さったまま血が滴りをしていきます。ちょっと見るに耐えない、目を背けてしまうかのようなシーン。もうこれで我々も血が滴るステーキは食えないですね、これね。ちょっと今のシーンを思い出しますからね。しばらくは無理ですね、額に今刺さっています。刺さってます。武田はいい血を流して勝つと話しましたが、もうすでに2人とも血を流しています。あっと蛍光灯に叩きつける。いい汗をかくっていうのはよく言いますけど、いい血っていうのはあんまり ね武田らしいですよね。我々の感覚でありえないですよね、はい、もう汗のように、まあ、当然のように血を流すんだというね。そうですよね、そういうこの武田の感覚なんでしょう。まあね、あの高校野球では、ね、その夏の汗を流してやるって言いますけど、はいはいはい、まあ、デスマッチはこれ血ですね、はい、でもまあ言ってみれば熱血っていうぐらいですからね。こちらの方が正しいかもしれませんね。確かに熱い血は流してますね、ロープにもたれかかっています木本健二。木本が挟み攻撃からちょっと動きが止まりましたがね、また挟みです。この挟みは誰でも使ったことあるものですから、はい、余計痛みが伝わります。そうですよね、日常の中にあるものですからね。そのハサミを、立てています。背中に立てる椅子で、危ない危ない。これハサミ刺さっちゃいますよね。本当ですよね。OK じゃないですよね。どこが OK なんですかね。
どう考えても OK じゃないですよね。武田的には OK なんでしょう。ハサミが立っている、歯が立っている状態。あっと叩きつける。吹本ボディスラム。今ちょっと歯は寝ている状態でしたけれども、それでもこれだけの歯がありますんでね。いや、なんかこの2人のこの戦いを見ているとね、あのなんとかとハサミは使いようっていうね言葉を考えた人は本当先見の明がありましたね。要はこういうことなんですよね。こういうことなんでしょうか、そうでしょうか。こういう時使うんでしょうね、はい、あ、ハサミを突き立てて今一瞬で血が、おびただしい血が出てまいりました。蛍光灯割って蛍光灯食います。これちゃんと消化されるんですかね、胃の中でね。狂ってます、狂ってます。あれ蛍光灯の食べると力倍増するらしいですからね、デスマッシュファイターはね。どういう仕組みなんですかね。武田の悲鳴が響き当たる。プレートを突き刺す、腕に突き刺します。神様、こういうことを、すごい出血です。こういうのをね、その前提で人間の体作ってるわけじゃないですからね、神様はね。完全に神様の想定外のことをね、人体に対してやってるわけですからね。まあ人間の体の仕組みには背いてますよね。背いてますよね。ああ、また今度は背中。おっと、プレートを添えたままバックアップ。武田悶絶。ケンさん、このプレートのは小さいですけど、はい、すごい威力ですね。すごい威力です、これは。凄まじい威力です。もうちょっと血の出方がカミソリのようなね、出方ですよね、これね。そのプレートがたっぷりとついております。板を設置しました、吹本。ご覧の状態です。アップで映さなくていいですよ、これ。これ、危ない。パワーボムを狙っています、吹本。このプレートをかけて叩きつけるか。あ、返した、いった。吹本が食らってしまった。大流血の武田、おびただしい出血です。顔を真っ赤に染めて、それでも膝蹴り。吹本を座らせて蛍光灯を首筋にセットしました。そこへ、あっと、いざ凄まじい衝撃。吹本返します。いや、もうデスマッチカーニバルとはいえ、もうそれを超えた試合になってますね。いや、もう高手カーニバル超えてますよ、これ。祭りという感じではありません。シャニクサイですよね。あーっと、首筋にハサミをセットした。危ないですよ、これ。やばい。吹本の首大丈夫か。カウントが入る。あー、返した。首切れてたら命も危ないですからね。ちょっと場内が凍りつく一撃。まさに命をかけた戦いです。吹本がこらえる。これは食らえないですね。叩きつけた。これ武田選手シャツ着てないですからね、生身ですからね。あ、そして背中からはあっという間に出血が。ジャーマン武田ロッキーポン両者ダウン。いや、ちょっとこの攻撃のアイテムのエグさが尋常ではないですね。そうですね。いや、あのガジェットモードに関しては本当地獄の何丁目に行ってもあれは置かれてないでしょうからね。よし、地獄より地獄絵図がこれ展開されてるってことになりますよね。いや、もう本当に考えた人はとんでもない発想です。
本当にこれはもう地獄すら生ずるい世界になってますよね。そのボードを木本の体に置きます。ご覧の状態になっています。木本これは食らえない。おっとボードを裏返しした、ダメージが返ってきた。さあ武田がブレンパスタを食らう。木本は意外と器用なんですよね。いやけどこの木本選手の粘り腰すごいですね。あれだけやられているのに、はい、まあ、もちろんねその頭と背中から血を吹き出している武田選手が動いているのもこれも信じられないんですけどもね。いやもうすでにこの時点で普通の人では信じられない領域に突入しています。ありえない世界に突入しています。しかしまだ前に進もう、まだ前に進もうというのか。パッケージドライバー、パッケージドライバーの体勢、脳天からこのプレートに突き刺していこうというのか。危ない、しかしこれは自分もちょっと木本が臀部にダメージを負ったか、まあ、確かにお尻であのボードのところに行きましたからね、刺さってしまいましたね今ね。これは想定外、しかし木本が遅れてカバー、肩を上げます。今ね、ほんと遅れなければね、次かと言ったかもしれないですけどね、まあ、もろ刃ですよね、デスマッチやはりね。気づいてって言ってますね。それはそうでしょう。これは痛いでしょうね。言わなくても伝わりますよ、それは。試合はレッドゾーンに突入しています。蛍光と&ガジェットモードプラスアルファデスマッチ。とんでもない試合になっています。凄惨な試合になっている。ガジェットモードを椅子に置く。武田がピンチに陥っている。吹本トップロープに武田を乗せた。ボードに投げつけようというのか。さあご覧の状態、武田がこらえます。ヘッドバット、くるっと一回転、パワーボールの体勢、すれました、すれましたよね今。すれたね、あっと返した。そして T シャツを脱いだ吹本、やっぱ T シャツの人の背中傷だらけですよね。そうですね、吹本がやる気です。あっちがやはり背中勝ちで染まっていきます。おっと、国際1回戦スラム完璧入ります。これはもうケンさん、いつ終わるんでしょうかね、はい、もう結末分かりませんね。本当ですよね、またボードを持たせて、そこへのキッパー、高騰残っています。一発頭で割ってからリングの下に潜り込みました。何を探しているのか武田、ハサミボード、ハサミが縛り付けられた、貼られたボードですね。ハサミボードです。これも地獄には置いてないですよ。ちょっと待ってください、これ行くんですか。吹本の体を突き刺しました。検索大丈夫でしょうか、吹本は。いや大丈夫か大丈夫じゃないかって言ったら全然大丈夫じゃないですよね。ですよね。なぜこの2人はここまで、これが二人の言うとこの夜市を流したってやつなんですかね。そうですね。武田がハサミボードに吹本の体を突き刺してジエンド。そ
壮絶な結末でありました。